ここよ。どうしよう、やっぱり全然わからなかったぞ。おい、それもそうだな。この世にありえない事件なんてないはずだ。そう緊張しないで。たとえみんながリネとリネットを疑ってても、私たちは観客席で彼らを応援してるから。私らでさえ理解できてないんだし、フリーナ様が完全に理解できたとは思えないもんね。ありがとな、ナビア。それじゃあ行ってくるぜ。うん、幸運を祈ってるよ。やっと君たちに会えた。どう、調査の方は順調？う、実を言うとがっかりさせちゃうかも。いいえ、手伝ってくれたことすごく感謝してる。君たちのその落ち込んだ様は何だい？調査には何の収穫もなかった、そうだろ？まあ当たり前とも言える。罪ある者から無罪の証拠を見つけ出すことなど不可能だからな。だが、ここで止まってくれるなよ。君は僕が一番相手にふさわしいと見込んだものだ。あっさり降参されてしまっては、がっかりだからね。双方が揃った。これより、マジックショーで起きた突発事件に関する審判を始める。ではまず、この場にいる観客が事件の経緯を理解できるよう、被告人リネにマジックの種について解説してもらう。はい、僕が説明し、リネットは舞台で実演してくれます。道具も用意できました。では被告人、君の証言を整理してみよう。マジックが始まった時、君は観客席側のマジックボックスに入って隠れていた。故に犯行を実行できるはずがない。この理解に間違いはないかね？はい、大審判官。それではフリーナ殿、原告側としてこれに対する反論はあるか？ああ、当然だろう。最初の日は僕がつけてやろう。リネ君、君は嘘をついている。君はホールジーをさらい、コーエルを殺害しようとしたのだから、長い間地下道や箱の中になんぞいられたわけがない。それはあなたが僕を有罪だと判断したことに基づいて推測したにすぎません。そう、じゃあ君は箱の中にいた時何か聞こえたか？もちろん、耳をつんざくようなカウントダウンの声です。それで時間を把握してサプライズを生み出すわけですから。その他は？印象的な物音とか？ありません。しかし、カウントダウンが30秒台に入った頃、会場には鈍い物音が響き渡った。誰もが聞こえていたはずだと思うけどね。おい、なんかおかしいぞ。確かに、あんな大きな音、箱にいたなら絶対聞こえたはずなのに。あの時、俺は箱の近くの席で、はっきり聞こえたけどな。あの天秤、まさか。翔くん、マジシャン本人の言葉を借りようか。瞬きのタイミングは慎重に選ぶことってね。全員見ただろう？今のがまさにアリバイの崩れた瞬間だ。
もちろん君のアリバイを崩すだけでなく別の武器も用意してある。僕はとっくに準備万全だよ。世の中には根拠のない自信というものは存在しないのさ。君とリネット君はハウスオブハースの人間だろう。ハウスオブハースだって？道理でそんなことを。連続少女失踪事件はファデュイの仕業だったのか。なんか一番納得の答えだな。じゃあ舞台上の予期せぬことも事故とは限らねえな。一体何の関係が。僕とリネットの身分はこの件とは無関係のはずだ。確かにね。だったら皆の前であの1分間の出来事を思う存分最初から最後まで説明するがいい。今の君にとっては疑いを晴らすのが最優先だ。言えないことなんてないはず。まあ脚本がすでに矛盾しているなら話は別だけどね。異教の旅人は何も言わなかったが、とても驚いていたように見えた。次は仲間割れかな。楽勝すぎるね。こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて全く損したよ。やれやれ。おいリネ、なんでそういうことを教えてくれなかったんだよ。静粛に。被告人リネ、フリーナ殿が挙げた2つの観点について改めて確かめさせてもらう。歌劇場で鈍い音が聞こえた時、君は箱屋地下道にはいなかった。そして君と君の妹がハウス・オブ・ハースのものであること、それは事実なのか。私の質問に答えたまえ、被告人。ごめん。はい、大審判官。全てその通りです。やっぱり！ここまで来たら、もう判決を下していいでしょ？どうしよう。どうぞ。ではあなたの主張は。そんな必要ねえんじゃねえの。もう決まってんだし。弁護してくれる人まで騙すやつとなんか、これ以上話しても何も出てこないでしょ。静粛に。合理的な主張だ。これより休廷とし、1時間後審判を再開する。そんな事実を知ってもなおリネ君の弁護を続けるというのか。どうやら僕のお相手のプロ意識は想像を絶するようだ。僕の愛しい観衆たちよ、勝利の喜びはもう少し心の奥に沈めておこうじゃないか。まさかあんなことまで水神様に掘り出されちゃうとはね。いや困っちゃったよ。ごめんね旅人パイモン。ごめん。もうどこから突っ込めばいいかわからないぞ。あれだけお前らを信じてたのに。調査するときオイラたちの推理は全部お前らが犯人じゃないって前提の上に成り立ってたんだぞ。ひどい話はしたくないけど
申し訳ない。君たちが怒ってるのは分かってるけど、それでも僕の説明を聞いてほしい。君たちとファデュイの間にはこれまでの旅でいろんないざこざがあったって聞いてる。きっと名前を聞くだけで不快だろう。だけどファデュイという組織はとても大きいんだ。執行官の方々は個性豊かで、成し遂げたいこともそれぞれ全く違う。今私たちは人を助けたいと思ってる。できるだけ多くの人を。そう、この国とここにいる人たちが直面するかもしれない災難に対して、僕たちは感情的な面では同じ立場のはずだ。だから身分さえ明かさなければ、僕たちはとてもいい友達になれるかもしれないと思った。君たちに対して嘘をつきたくなかったから、あえて隠すことにしたんだ。真実は確かに重要だよ。でも全ての真実をいつも明らかにしてしまえば、僕たちは多くの力を無駄に使うことになる。そうだね。だから君に判断してもらおう。いや、もしも僕が君だったら、僕もこのリネってやつは信用できないかもね。偶然の出会い、ファデュイという身分、その上マジシャンとして人を欺く演出を披露するのが仕事だなんてね。でもそれでも僕を信じてほしい。少なくとも今回の事件の犯人は僕じゃない。ごめん、でも許してほしい。そう言われてもな。そうだ、まずはお前の答えを聞いてからじゃないとな。オイラたちの信頼が欲しいなら全部素直に吐くんだぞ。ああ、もちろん何でも答えてあげる。僕たちはずっと油脂最低カーディナルがどのように機能し、なぜ自意識を持てているのか、なぜ全ての罪状を正確に判決できるのかを知りたかったんだ。その後調査をしていく中で、油脂の下にそのコアが存在していることを知った。その時から僕とリネットは交換ボックスのマジックを考案し始めたんだ。真の目的はそのコアに近づくためだった。それが一分間も取ってた理由か。そうだよ。観客が60回のカウントダウンを終えるにはおよそ75秒かかる。そして僕が向こう側のボックスに入るのには15秒あればいい。だから地下道に飛び降りた後は通気口から歌劇場の地下に向かい、コアのある部屋で調査をしてた。その通気口はこのために地下道を作る時に掘られたの。何にも、部屋について調査を始めようとしたら突然人の声が聞こえたんだ。あまりにもおかしい。当時その部屋にいるのは確かに僕一人だったはずなんだ。他の人が現れるなんてありえない。その声は僕のことを知っているようで、僕に話しかけようとした。慎重を期して僕は調査を諦め、すぐに元のルートをたどって戻ったんだ。そして戻る時に割れた花瓶と落ちた服を見た。でも残り時間は少なかったから、よく考えている暇はなかった。その後はご覧の通り殺人事件が起こったわけだ。確かにそれなら、あの鈍い音が聞こえなくて当然だよな。もちろん予言のためさ。予言の危機に対応するために僕たちはこの国の全ての秘密を知る必要がある。そうしないとみんなを救う方法を知ることができないから。これが全ての真相だ。これ以上は何も隠していないって誓うよ。こんな風に君からの信頼を失う状況に置かれることは本当に僕の本意じゃないんだ。でもさっきも言った通り、あとは君が判断してくれていい。ファデュイへの不信感から離れたとしても仕方ないさ。お前が決めてくれ。
お前がどう思うと、オイラはお前についていくぜ。そうか、ありがとう。チャンスを与えてくれてありがとう。よし、今の問題はあの天秤がリネとリネットにとってかなり不利になってるってことだな。これからの審判の過程で真実を見つけるには、なんとかして水神の告発に反論しないと。え？そうだな、お前の言ってることオイラも把握できたぞ。多分双方、元の位置に戻ったようだな。それでは審判を続ける。休廷前、被告人リネはフリーナ殿が提出した新しい証拠を全て事実だと認めた。ならばフリーナ殿から事件の状況について述べてもらおう。長い間待った甲斐があった。さあ諸君、よく聞きたまえ。今回はリネ君の視点から事件全体を再現しよう。観客のカウントダウンが始まった時、リネ君はすでに地下道にいた。トロッコが地下道を通る間に、彼は箱を開けてホールジーと取っ組み合いの喧嘩をし、あの鈍く重い音を立てた。リネ君はその音が歌劇場全体にまで響き渡るほどだったことに気がつかなかった。だからさっきの尋問ではわざと聞こえなかったと嘘をついたのさ。最後、リネ君は花瓶を使ってホールジーを気絶させ、彼女が誰かということが服装から周りにバレないように上着を脱がせた。しかしその時、ポーエルが異変に気づき地下道に降りてきて、偶然リネ君の犯行を目撃してしまった。そこでリネ君はまたコーウェルを気絶させ、彼を箱に入れた。その後、リネは気絶したホールジーを観客席側のマジックボックスを通して待機していた仲間に引き渡し、仕掛けを操作してコーウェルを事故死に装って殺害した。これこそが事件の全貌さ。原告側が述べた状況説明に対し、被告人から反論はあるかね？反論の鍵は時系列順にリネが地下道で何を体験し何を目撃したかってところにある。名探偵パイモンから言いたいことがあるぞ。カウントダウンが始まった時、リネは確かに地下道に入ってた。でもこいつはすぐに通気口を通って歌劇場の地下室へ向かった。つまりユシキのコアが保管してある部屋だ。着いた後、リネは誰もいないはずの部屋で話し声を聞いた。それで違和感を覚えたから、すぐ部屋から引き返すことに決めたんだ。そんで地下道に戻った時には
すでに犯行現場は出来上がってた。でもマジックを無事に成功させるためにリネは立ち止まってる暇はなかった。そしてリネが地上に戻ったら事故が起きた。これがリネ視点からの説明だ。以上。というわけでリネは無実だ。要するに、君たちはリネ君が全く事情を知らなかったと主張してるのかい？ああ、そうだぞ。え？僕の推理に？もしコーウェルが地下道に入らなかったら、リネは一体誰を殺すために仕掛けたって言うんだよ。お前の言う真実に従えば、リネはただ少女を誘拐し新しい失踪事件を作るだけでよかったんだから、わざわざ舞台で殺人を犯す必要なんてないだろ。一理あるな。そうそう、そう来なくっちゃ。さすがは私の相棒、形勢逆転だね。僕の推論を大胆に否定してくれたけど、自分の方が正しいなんていう証拠はあるのか。覚えているが、それがどうした？彼がずっとマジックボックスの中にいたなら、その音が聞こえなかったはずがない。ああ、つまり。そうだ！リネはマジックボックスにはいなかったし、地下道にさえいなかった。だからこそ、公演中の物音が聞こえなかったんだ。つまり事件が発生した時、リネはすでに通気口を通って地下室に着いてたってことだ。ふん。お前がリネのアリバイを否定するために使った手がかりが、今またリネの有力なアリバイになったぞ。でかした。ち、そんな推理をするとは。だとしたら、この件がリネの仕業じゃないなら、一体誰が犯人だって言うんだ。どうした？やっぱわからないか？なるほど、虚勢を張ってるだけだな。自信満々かと思いきや、真相にはまだ程遠いようだね。落ち着こう。行き詰まったら考え方を変えればいい。マジックと一緒さ。最終的に見えるものはきっとマジシャンのトリックとはかけ離れているように見えるはずだよ。ホールジーを失踪させる方法が分かれば。そうだな、それが分かれば話は早いんだけど。地下道の出入り口の3つはどれもありえなさそうだよな。マジックじゃあるまいし、生きた人間が舞台上のリネットが水槽から消えたみたいにいなくなっちゃうわけないだろ。失礼だが、親愛なる諸君、観客たちが待ちくたびれていることに気づいていないのかい？この歌劇場で場をしらけさせることほど大きな罪はないよ。
被告人側に有益な発言ができないならば次の段階へ移る。お前の言いたいことオイラにも分かったぞ。ホールジーが誘拐されたんじゃなく消え去ったなら全部つながるぞ。あの水槽脱出のマジック、リネットがオイラたちの目の前で消えて服だけを残したのと同じだ。もし人を水に変える方法があるなら。待った君、自分の言ってることがいかに馬鹿げてるか気づけるといいね。人が水に変わる？そんなことあるわけがないだろう。あれはマジックだ。現実にあってたまるか。果たしてそんな必要があるのかね。そっちのリネ君は真相を一番よく知ってるはずだ。マジックなど所詮は一種の目くらまし。しかし事件の中のホールジーは正真正銘消えたんだ。同一に語れるわけがないだろう。いえ、それでも僕は旅人の判断を信じます。真相は必ず存在する。不合理なところが全てそこに集まれば新たな発想が生まれるかもしれない。彼は死者だから。これまで僕たちは彼にあまり目を向けていなかった。しかし事件の解決に進展がない今、死者の手荷物を調べることくらい難しいことではないはずです。はあ、人は行き詰まると熾烈な策しか思いつかなくなるものだね。こんな無意味な捜査の拡大など時間稼ぎにしか思えないけど。これは代理人の合理的な訴えであり、現段階で事件の結論が出そうにない以上、証拠を増やせることは審判の進展に有益である。警察隊を休憩室に送り、死者コーエルの手荷物を操作させたまえ。捜査は継続中だが、重要な進展があったためこの場にいる皆さんに共有します。コーエルの荷物からは液体の入った試験管が何本も見つかり、それぞれにはラベルが貼られていました。バッグにあったノートではこれらの液体は原子大海の水と書かれています。原子大海の水。ノートによればコーエルはとある違法薬物の密売組織に所属していたようで、協力して計画を実行していた共犯者がいました。またノートには安全に使用するための注意事項が多く書かれており、溶かすというキーワードが何度も出てきます。ある試験管にはエピクレシス過激状と昨日の日付が書かれており、中身は使い果たした模様。ノートにはさらにこの妖怪特性はフォンテーヌ人に対してのみ効果を発揮できると記載されています。おそらくホールジーは実験台に選ばれたんでしょう。したがって俺たちはリネ側が提出した推測にはそれを裏付ける十分な証拠があると考えています。おいおい、人が水に溶かされるなんて冗談だろ。こんな馬鹿げたことがまさか本当だったの？おい待てよ、例の予言を彷彿とさせるような気がするが、ただの偶然だよな。人は水になれる。だから水槽の本当の目的は水たまりを隠すこと。コーエルはあの少女に目をつけて。待って、まさか。あんたたち早くこっちに。お嬢様お待ちください。相棒のことはどうなさいますか？とにかく今は私についてきて、私の顔を信じて。静粛に。全てのものにとって衝撃的な発見であったが、現時点ではこの手がかりの真偽を確認する術がない。行方不明になったホールジーがまだ見つかっていない以上、当法廷ではこの手がかりの内容を暫定的に有効とみます。警察隊はこの手がかりに沿って調査を続けてくれ。被告人リネ、君たちの推測は裏付けられた。話を続けたまえ。ねえ、ありがとうございます大審判官。この推測が成立して無関係に見えていた多くの糸がつながりました。そうだな、
きりしてなかったあのロープについてたフックのこともよく考えるんだ。コーエルの手口はきっと原始大海の水と関わってるはずだぞ。死者の名はコーウェル。リネのアシスタントで道具に細工できた。今にして思えばあのフック付きロープは他のマジックの道具なんかではなく何らかのトリガーだった。原始大海の水はホールジーがマジックボックスに入る前にすでに仕掛けられていたはず。マジックボックスの内側には他にも何か入ってたような気がする。再び名探偵パイモンの発言時間だぜ。当初から立てていた計画の通り、コーウェルは水槽のロープと抽選機に細工して今回のターゲットをロックした。ホールジーの入ったマジックボックスが降りてくると、フックは徐々に引っ張られて箱の上部にあった風船を突き破る。上板に固定されていた風船は破裂し、風船の中の原始大海の水が下にいたホールジーを溶かし水にしてしまったんだ。その後コーウェルは地下道に入って花瓶を割って、地下道の水が花瓶の水だと思われるよう細工し、残りの証拠は舞台上の水槽に隠した。ところが地下道でコーウェルは予想外の事態に遭遇し、証拠隠蔽のための水槽が原因で命を落とすことになる。一理あるな。これでずっと疑問だったいろんな証拠もつながったね。まずい、僕も奴らの推理は理にかなってると思ってしまったぞ。まさか本当に無実の者に濡れ衣を着せてしまったのか。恥ずかしすぎる。どうやら今解決していない唯一の問題は、当時コーウェルがどんな状況にあり、それがどう彼の死につながったかということのようですね。彼のノートによれば彼には共犯者がいた。まさかその共犯者と何か関係あるのでしょうか。たった今ある警察隊員から連絡が入った。新しく見つかった証拠を提供したいとのことだ。舞台の真ん中に来てもらい、調査の状況を説明してもらおう。大審判官、ありがとうございます。ついさっき他の関係者の荷物を調べさせたところ、リネのバッグの中からコーウェルが持っていた原始大海の水と全く同じものを見つけました。バカな、ありえない。なんと劇的なシーンだろうね。反撃に使うはずの弾丸がかえって自分自身に致命傷を与えてしまうとは。さて、全ての疑問が解決したね。親愛なる民よ、忠実なる観客よ、この僕が僕の推理によって今回の事件に終止符を打ってあげよう。まずリネ君は少女が溶かされることに一切関与する必要はないため、地下道に入ると通気口を使って去っていった。彼のアシスタントであるコーウェルはその時点でマジック道具への細工を終えており、原始大海の水を使ってホールジーを溶かした。しかし邪念を抱くリネ君は引き返した時、この手柄を独り占めにしようと自らの仲間をも片付けてしまうことにした。結果リネ君はコーウェルを気絶させ、本来の痕跡を隠すための仕掛けでさえ殺人の道具へと化したのさ。このような残酷で露骨な結論を出すのは実に心苦しいが、かの有名なファデュイはきっとそれほど冷血で非情な組織なのだろうね、リネ君。証拠はもう使い切った。
説得力のある反論はできそうにない。もはやここまで。そもそも新しく出てきたあの原始大海の水っていう証拠が痛すぎるだろう。なんで今になってあんな証拠が出てくるんだ。おかしすぎるぞ。さてこの場にいる全員がその目で見た通り、僕の推理は完璧なものだ。おそらくこれでフィナーレとなるだろう。それじゃあ万人に崇敬されるそこのたっとき最高審判官殿、ご覧の通りもうすでに。みんなちょっと待って、私の話を聞いてちょうだい。静粛に。お嬢さん、審判では秩序を守っていただきたい。まあまあ、私が口を挟んだのにはそれなりの理由があるんだから待ってよ。ほら弁論ばっかり聞いててみんなも疲れたでしょ。マジックショーをもう一つ見てみたくない？消えた少女をもう一度目の前に出現させるマジックショーをね。じゃあお願い、リネ。何を言ってるの？お嬢さん、がっかりさせるかもしれないけど、そういう奇跡を作り出すことはいくら僕が魔術師でもできやしないよ。ねえ大魔術師さん、マジックで最も重要なポイントは人を惑わすことでしょ。人々の目に映るマジックはいつも真実を隠し、面白く、そして偽りの事象だけを見せる。でもみんなが偽りの事象を真実だと思った瞬間、その魔術もまた人々の目には真実として映るんじゃない。そしてそんなマジックこそ一番素晴らしく今日のフィナーレにふさわしいと言えるでしょ。さあリネにリネット、もう一度やってみて。安心して、スピナディロースらは悩めるあんたたちのためにもう準備を整えてあるから。あんたたちこそ舞台のスポットライトを浴びるべき存在、魔術の創造者。最後のショーはあんたたちが主演を務めないとね。分かったよ。じゃじゃーん。どうも。まさかあれって失踪したホールジー？人が解けるなんてやっぱり嘘だったってことか？先に言っておくけど、法廷で本当のことを証言したら罪が軽くなるってってその人から聞いて、それでここに来たの。さっきまでずっと外で隠れながらこの裁判を傍聴してた。私が審判されるんじゃないかって怖くて怖くて。だから誰にもバレてないことを知ってほっとした。でも気づいたらこの人に捕まってて。ふふん、私たち3人のことを甘く見ないでちょうだい。どこから話したらいいか。とにかくごめん、コーウェルを殺したのは私なの。は？何？どうして？私本当はホールジーじゃなくて、本名はリリア、モンド出身なの。リネのショーがすごいって聞いたから見たかったんだけど、チケットを買えなかったから1枚すったのよ。それが私の本業でね。スリなんて朝飯前ってわけ。今まで一度だって捕まったことがないわ。でもそれがまさか先日ロマリタイムハーバーで私のスリに気づく人がいるなんてね。その時はなんとか逃げ切ったけど、私を追ってきた人の中にそこのリネがいたのよ。あ、どっかで見た覚えがあると思ったらあの時の泥棒か。お前の身のこなしがすごかったって確かリネが褒めてたよな。まあなんとかあの場は乗り切ったんだけど、ショーを見に行ったら
まさか今度はあの抽選機に選ばれるなんてね。しかも彼がメロピデ要塞なんて口にするし。だってそこって監獄でしょ。てっきり目をつけられたんだと思ってびっくりしちゃって。だからまずは合わせるふりして隙を見て逃げようとしたの。けど急に水をかけられた上に誰かが地下道に入ってきて私を捕まえようとするし、そのまま捕まるなんてごめんだったからさ、その人を気絶させて箱に入れたんだ。ただ逃げ道がなくって、だから服を着替えてショーの衣装ケースの中に隠れることにしたので、最初の警察隊員が現場に駆けつけたタイミングで私は隙を見て抜け出して、それからは歌劇場内で身を潜めてたってわけ。おお、あの中に人って隠れられるもんなのか。でも誓って水槽が落ちてくるなんて知らなかった。絶対絶対にね、こうなるって知ってたら彼をマジックボックスに入れはしなかったわ。盗みはするけど殺人になんて絶対手を染めないから。ここまで来てやっと事件の全貌が見えてきたな。今度はリリアの視点で最初から最後まで事件を振り返ってみよう。パッパカパーン、名探偵パイモンの推理タイムだぜ。事件当時、幸運な観客として選ばれたリリアは思いがけない展開にパニックになってしまった。その上、地下道に入った途端水をかけられて、そのパニックも最高潮に。だからリリアは扉を破ってそこから出た。オイラたちが聞いた音はズバリこれだな。その物音を聞いたコーウェルは地下道に入り、計画通りに溶けていないリリアに気づいた。けどコーウェルは知らなかったんだ。リリアがフォンテーヌ人じゃなくてショーを見るためにチケットを盗んだ泥棒だったことをな。そしてコーウェルは原始大会の水が効くには時間が必要だって勘違いした。でリリアを無理やり箱に押し戻そうとしたんだ。花瓶はその取っ組み合いの際に割れたんだと思うぞ。最終的にリリアがコーウェルを気絶させてそいつを箱に入れたってわけだ。逃げ場のなかったリリアは服を着替えてショーが終わるまで衣装ケースに隠れてたんだな。歌劇場を出るには警察隊のチェックを受けなきゃいけなかったから、それから2日間リリアはずっと歌劇場の中にいたんだ。マカロンを食べながらおしゃべりしてた時、いつの間にか2つなくなってたけど、お腹を空かせたこの子に食べられてたってわけか。まったく本当に泥棒の天才ね。これで地下道で何が起きたのかはっきりしたな。そういうことだったのね。素晴らしいわ、ブラボー。被告人側の主張に対して意義はあるかね、フリーなど。僕は、何も言うことはないのか、フリーなど。ちなみに、審判が終わるまで原告側は退廷できない決まりだ。なら、なんで僕の考えが分かったんだ。はあ、意義はない、僕の負けだよ。まったく、わざわざ聞かなくてもいいだろ。僕にだってメンツってもんがあるんだぞ。空気が抜けた風船みたいに一気にしぼんじゃったぞ。では意義がなければ、フォンテーヌの最高審判官である私がこの事件の一部始終をここで振り返らせていただこう。少女失踪事件の真犯人であるコーウェルは観客リストから次のターゲットを選んだ。抽選機にあらかじめ細工を施しておけば、そのターゲットの少女は必ず選出される。また犯行の痕跡を消すため、コーウェルは水槽を落とすことで
少女が溶けた後に残る水を隠そうと画策した。それをなすために水槽を吊っていたロープに細工し、ショーの最後に打ち上げる花火を利用したのだろう。そして彼は少女を溶かすために風船にもある細工をした。そう、原始大海の水を入れたのだ。それをショーの準備中、マジックボックスの上板へと結びつけた。最後にコーエルは少女をマジックボックスに入れる際、あらかじめ用意しておいたフック付きロープを扉の隙間に通した。マジックショーが始まり、少女の入ったマジックボックスが地下道に入るとフック付きロープが引っ張られるという仕組みだ。それにより原始大海の水を入れた風船を割ったのだろう。無論当初のプランではこのタイミングで少女は溶けるはずだった。だがリリアは本邸の陣ではない。さらに彼女はマジックボックスから逃げ出したのだ。大きな物音とともにな。異変に気づいたコーエルは地下道に入るとリリアに遭遇した。そこで彼はある勘違いをしてしまう。原始大海の水に即効性はないと。そしてそのまま計画を続行すると決めた。しかし相手は思いもよらぬ犯行を見せる。格闘の末に彼は気絶させられ、マジックボックスに入れられた。そうして最終的に彼は被害者となった。一方リリアは先ほど彼女が述べた通り、地下道で着替えて身を隠すことにした。ショーが終わった後は歌劇場の他の場所に移って隠れていたというわけだ。その間被告人リネはずっと歌劇場の地下にいた。ゆえに地下道で起こったことを知らなかったのだろう。こうして事件の全貌を振り返るに、被告人は無罪と見るべきだ。よかったな、リネ、リネット。ただしリリアと被告人リネの行為に関しては別途審議をする必要があるんだ。本一件はもう諭旨裁定カーディナルに最終判断を任せていいだろう。よってこれにて判決を言い渡す。被告人リネ並びにリネットを無罪とする。ひひ、名探偵パイモンの大勝利だぜ。やるじゃん、さすが私の相棒。ありがとうみんな、本当にありがとう。では警察隊員ボーン殿、説明してもらおうか。君はどうやってリネ君の荷物から原始大海の水を見つけたのだ。そうだそうだ、そのせいで僕は誤った判断をしたんだからな。それともまさかここで嘘の証言をしたっていうのか。だとしたらいい度胸だ。コーウェルのメモにあった仲間とはイネ君ではなく君のことだな。私は、君はよくわかっているはずだ。どうすれば罰が軽くなるかをな。ほらさっさと吐け。出ないと一生特別許可券と仲良く過ごすことになるぞ。私はただ言われた通りにしただけなんだ。リネに連続少女失踪事件の濡れ衣を着せ、ファディに容疑をかぶせる絶好の機会だと、そう上から言われて。計画が露見し原始大海の水の秘密も公になった今、そちらのトップはもう君のことをリスクの一部として見始めているだろう。最も賢明な選択は警察隊の保護を得るためにも包み隠さず全てを白状することだ。ああ、言おう。全て話そう。原始大海の水に人を溶かす効果があると気づいたのはうちのドンだ。しかもこの原始大海の水っていうのは薬にもなる。限りなく水で薄めて飲むと人は気分が高揚するんだ。それはもう病みつきになるくらいにな。私たちはずっとこれを売ってきた。随分と儲けさせてもらったよ。連続少女失踪事件も
ドンが計画したもので、あ、そのドンってのはあの、これって口封じってやつだよね。なんて残酷なやつら。なんと浅はかであるまじき愚行。この場にいる者を皆すぐに改めよ。オイラたち、これで帰っていいのか？それはそうだけど。旅人、バイモン、ちょっと待って。リネ。その、口も聞きたくない、顔だって見たくないって気持ちはわかるけど、君は僕がファデュイだと知りながらも、最後まで僕のために弁護し、無罪にまでしてくれた。改めてお礼を言わせてほしい。そっか。でもいずれにせよ、君には面と向かってちゃんと話をさせてほしい。僕は別に目的や下心があって君と接触してたわけじゃないんだ。これまでずっとリネという一人の人間として君に接してきた。ファデュイに身を置いてるのは僕みたいな孤児とハウス・オブ・ハースの利益が一致したからに過ぎない。あの時僕たちのお父様が、つまり召使い様が僕を迎えてくれたのもそういった理由で。召使いってファデュイの執行官のことだよな。ハウス・オブ・ハースを管理してるって聞いたことあるけど、お前のお父さんだったのか。はあ、そのもうここまで聞いてもらったんだ。僕の過去についても話させてほしい。昔両親を亡くした僕とリネットは二人して路頭をさまようしかなかった。だから生計を立てるためにも路上でパフォーマンスするマジシャンを観察することにしたんだ。何日も観察してようやくその巧妙なトリックを見抜いたよ。僕は妹を連れてそこからいくつか通りを挟んだ先の人が行き交う街角で試しにマジックショーを始めてみた。ショーは思いのほか受けが良くてね。食事の問題はひとまず解決したよ。けどやっぱり妹には僕と同じように野宿してほしくなかった。でもそれからすぐにある一人の貴族が僕を訪ねてきたんだ。ショーを見て僕たちを養子にしたいと言ってくれた。孤児からいきなり貴族の養子になったのか。ああ、運がまた僕たちの味方をして苦しい日々とさようならできると。僕たちも最初はそう思ったよ。でも養子を取ったのはその人がただ僕のマジックの才能に目をつけただけだったと分かった。彼は人の目を引くために僕を様々なパーティーに出席させてね。そして社交界でコネを広げようとしたんだ。それも別に悪くないんじゃないか。少なくとも路上で生活するよりはマシだろ。後になって気づいたんだ。あの貴族たちの闇は僕たちが思っているよりもずっと深いってね。あるパーティーでのショーが終わった後、僕はリネットが同じ車に乗っていないことに気づいた。家に着いてしばらく経ってもリネットは帰ってこなかった。だから僕はその貴族の寝室に行って妹はどうしたんだと聞いたんだ。するとそいつはこう答えた。パーティーである大物のお眼鏡にかなってな、贈り物として差し上げたんだ。助手を変えてもマジックはできるだろうって。え、まさかそいつフォンテーヌの法律でそういったやつって裁けないのか
外の人間から見れば単なる養子縁組の関係だからね。調査をごまかす方法はいくらでもあるさ。その大物とやらの邸宅の場所を聞き出してすぐに向かったよ。警備の目を盗んで塀を越え邸宅に入ったけど、そこには月明かりに照らされた床の血痕と暗闇に佇む召使い様の姿があるだけだった。召使いがもうそいつを始末してたってことか。うん、リネットが被害に遭う前にあの方が救ってくれたんだ。そして地下室からは閉じ込められてた女の子が数人見つかった。全員両親のいない孤児だったよ。お父様、いや召使い様は多分僕の素質を見て迎え入れてくれたんだと思う。君と私たちの利益は一致しているはずだ。ハウス・オブ・ハースは君を歓迎しよう。君はここで裏切られることはない。そして裏切りも一切容認しないって。貴族に裏切られたばかりの僕からするとその言葉をすぐに鵜呑みにはできなかった。でもその直後に召使い様は僕を養子にした貴族を始末して僕に自由を返してくれた。それでお前と妹はハウス・オブ・ハースに入ったってわけか。召使い様には何かご自身の計画があるみたいだ。あの方はスネージナや女皇の許可を得てる。フォンテーヌの神の心を奪った後、召使い様はその力を使ってまず予言を打ち破りこの国を救う方法を探すつもりなんだ。つまりそいつも予言が本物だって信じてるのか。そう、ハウス・オブ・ハースは全力で予言の危機に抗おうとしてる。そして今日の事件はフォンテーヌ人が特定の水に溶けることを証明し予言を裏付ける新たな根拠となった。ハウス・オブ・ハースは召使い様も含めてみんなフォンテーヌ人なんだ。僕たちは自分の故郷を守ることを諦めない。何せ僕たち孤児にとってこの世界とのつながりは家族であるみんな以外にもう故郷しか残っていないからね。マジックポケットを配ることから神の心を盗むことまで全て予言をどうにかするためにやってたことなのか。大丈夫、分かってるよ。僕もただ言いたいことを伝えたかっただけだから。でもたとえハウス・オブ・ハースにいても僕は一度だって自分の意思を手放したことはない。僕はずっと正しいと思うことをしてきたんだ。これだけはどうか分かってほしい。この先もし何か手伝えることがあったらいつでも僕を訪ねて。リネとして君を助けるよ。じゃあな、リネ。サプライズ。裁判が終わった途端に姿を消すんだから。なんだナビア、オイラたちを探してたのか。この事件はまだ終わってないでしょ。私たちはこれで連続少女失踪事件の真実にまた一歩近づけた。そうだよね。ん、どうかした相棒。それにこういう数十年も未解決だった事件を本当にオイラたちの力で解決できるもんなのか。今回新しい手がかりが見つかったわけだし、
水神の部下が芋づる式で解決してくれると思うぞ。え？そっか。うん。その返しは予想してなかったけど。でもまあ、あんたたちって、フォンテーヌに来たばかりの旅人だもんね。ごめん。勝手に一人で舞い上がっちゃって。いやいや、ナビア。謝る必要ないって。あんたたちと事件を調査してる時間は楽しかったよ。なんていうか、その、うん。まるで淀んだ水に新たな流れを、新たな希望を注いでいくかのようで、水に映った影がだんだん鮮明になっていって。あはは、私ってば、すぐ感傷的になっちゃうんだ。気にしないで。あ、そうだ、送別会やろ。え、律儀にわざわざそんなもんを。ひひ、オイラたちとの関係を本当に大切にしてくれてるんだな。あらゆる大切な思い出に悔いを残すことなく、完璧なピリオドを打ちたいの、私は。それに、ただ食事するだけであまり時間は取らせないから。ボスのナビアがおごってくれるってんなら、オイラは喜んで食べに行くぞ。そう、あれこれ考えるなって。それじゃあ、まずはフォンテーヌ邸に戻って、それから一緒にホテルデュボールへ向かいましょう。そしたらちょうど夕食の時間に間に合うだろうから。よーし、送別会